肘井隆三は、兵庫県加藤市出身の元プロ野球選手。右と左ひだ現在は、日本プロ野球選手会事務局の職員。小学4年時生から野球を始めると、小野市立川井中学校時代に、南式野球部で全日本少年南式野球大会に出場している。兵庫県立北条高等学校への進学後は、2年秋から、首相を務めた。 公式野球部は部員19人という少ないながら兵庫県高校野球集記県大会では準々決勝で姫路工業高校に6対3で勝利し初の大会4強入りを果たすという躍進を見せた。さらなる上位進出を狙ったが準決勝で神戸国際大付属高校と対戦するが敗戦3位決定戦の関西学院高校との対戦では0から1と赤敗。 近畿大会への出場はならなかった。その後、平成24年度国際交流事業、兵庫県高等学校野球選抜チーム、台湾遠征のメンバーに選出、台湾遠征を経験した。周期県大会での4強入りの評価もあり、北条高校は、第85回選抜高校野球大会の21世紀枠候補に推薦されたが、出場はならなかった。 在学中には春夏とも地元阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかったが、対外試合で通算46本塁打をマーク。最後の大会であった全国高等学校野球選手権兵庫大会では3回戦で敗れたため、一時は NPB 医療を諦めかけた。しかし、監督の寛大をしてるから、 誰か見ていてくれる人はいるから頑張れと励まされたため、トレーニングを続け、2013年の NPB 育成ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから一巡目で指名。支度金300万円、年俸240万円という条件で入団した。北条高校から排出した初めてのプロ野球選手で、入団当初の背番号は122。仮契約を結んだ直後には、 子供の頃からの夢が実現したことにワクワクしている。里崎智也捕手を目標に、打撃力のある捕手になりたいとの抱負を述べた。2014年、チームの本拠地、QVC マリンフィールドにおけるシーズン初のオープン戦で、入団後初めて一軍に帯同当初は試合前の新加入選手紹介セレモニーにのみ、 参加する予定だったが、良い経験をさせようという監督の伊藤勤の意向で、急遽ベンチに入ると、7回裏に代打で出場した。レギュラーシーズンでは、イースタンリーグ公式戦60試合に出場。スタメン起用された13試合のうち10試合で安打を放ち、星登録ながら、出場試合の大半で外野を守った。シーズン終了後の周期キャンプでは、 育成選手ながら一軍の鴨川キャンプに帯同した。2015年3月10日に育成選手契約から支配下選手登録契約へ移行し、背番号を69へ変更。その2日後、北海道日本ハムファイターズとのオープン戦に代打で初打席初安打を放つなど活躍したことや、伊藤から積極的な姿勢を高く評価され、公式戦の開幕を一軍で迎えた。 4月2日に北海道日本ハムファイターズとの本拠地開幕戦で8番左翼手としてスタメンで1軍公式戦にデビュー4回裏西三塁で迎えた第2打席で1軍公式戦初安打初打点を斉藤祐樹からの敵時2塁打で記録するなど2本の敵時2塁打で2打点を挙げたしかし 9月21日のイースタンリーグ対埼玉西部ライオンズ戦での打席で佐藤勇から顔面支給を受けた病院に緊急搬送。搬送先の病院の医師から絶対安静を求められるほどの重症で後に3週間入院すると2度の修復手術を受けた。一軍公式戦には通算で14試合へ出場したが安田や打点はデビュー戦で記録しただけで打率は 143にとどまった。2016年、春季キャンプ直前の1月27日に、ポジション登録を、保守から外野手に変更。一軍公式戦では8試合の出場で9打数、無安打に終わったものの、イースタンリーグ公式戦では、9月6日の対東京をヤクルトスワローズ戦で、リーグ史上九人目のサイクルヒットを達成した。二千十七年、一軍公式戦で、 自己最多の18試合に出場すると、打率238を記録した。2018年の春季キャンプは2軍スタート。イースタンリーグ公式戦94試合の出場で、6本塁打、19打点、打率242を記録したが、1軍公式戦での出場機会はなかった。10月1日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。 ロッテや他 n p b 球団からスタッフとしてのオファーがあったが、それらには断りを入れ、戦力外、通告3日後から就職活動を開始。幅広い業種に興味を持ち、約1ヶ月半の間で32の企業をコンタクトを取っていた。そんな中、現役を引退することを日本プロ野球選手会へ報告した際に、 かねてから、ひじいの人柄を高く評価していた職員からのスカウトを受け、2019年1月からは、日本プロ野球選手会の事務局へ職員として勤務。事務局にとって、新入職員は実に10年ぶりで、5人いる職員の中ではひじいが最年少であった。高校通算46本塁打を叩き出した打撃戦争を持ち、長距離砲としても魅力十分。担当。 下四季ユ優太スカウトからも将来的には中軸を任せられる保守にと評価された。本格的に転校したのは高校からということで保守としての経験は短いが体格にも恵まれ地型が強い。判断力にも秀でておりどっしりとした構えで投手が投げやすいと思わせる保守である。本人は兵庫県加藤市の出身だが先祖は九州地方の出身とのこと。 全国でも700人程度という珍しい名字なので活躍して肘の知名度を上げたいと語っている。2013年11月に慶応銀行文化プラザで開催されたバロッテマリーンズ新入団選手発表会において同期入団の井上さんの手下になりたいと発言。場内の爆笑を誘った。2014年1月に新人合同自主トレが開始され、 新入団選手たちのお互いへの印象が語られたが、イへのコメントは、天然ぶりがものすごい、寮の浴場でも、食堂でもずっと喋っている、ずっとボケてくるから突っ込むのが大変という、まだ短い付き合い時間の中でも、最年少ながら物応じしない、明るく元気な性格が伝わるエピソードばかりだったという。相性は5時。2014年ロッテ浦和球場での打撃練習で、 高卒新人としては、異例の右翼場外へ、推定140メートル弾を放ち、松井秀樹の愛称のゴジラにあやかって関係者につけられた。ロッテへの在籍中は、福浦和也やサブロなどのベテラン選手からも、ゴジと呼ばれていたという、前述した顔面子宮で尾骨と頭蓋骨を骨折、嗅覚が失われるほどの重傷であったことから、直ちに修復手術を受けた。しかし、 実践への復帰を急いだため、顔の6箇所に整形用のプレートやボルトが埋め込まれたまま現役生活を終えたまた、手術を受けても嗅覚が回復していないという。ロッテでの現役時代、日本サッカー協会主催の様々なアスリートが、夢についての授業を行うという JFA 心のプロジェクト夢の教室に、夢先生として参加。小学校の一クラスを担当した際に、 子供たちとの交流の中でコミュニケーション能力や発信力を発揮。これが日本プロ野球選手会事務局に高く評価されており、引退後の就職につながっている。ありがとうございます。